表いたします。名古屋市からご来場の総員様、お連れ様がお待ちです。総合案内所まで一気にお越しください。
様、本日はようこそ岐阜基地においでくださいました。ただいまからブルーインパルスによる展示飛行を開始いたします。我々ブルーインパルスは2011年東日本大震災の影響を受け、母基地である松島基地を離れることを余儀なくされました。今年は皆様のご支援により松島基地へ帰還することができて、10年の節目の年にあたります。今シーズンもチャレンジ、講座、クリエーション、創造への挑戦を合言葉に、皆様へ夢、感動、希望、そして笑顔をお届けするため、これまで受け継がれてきた伝統ある技により一層の磨きをかけ、感謝の飛行をお届けします。本日も皆様のご期待に応えられるよう、チーム一丸となって颯爽と大空を駆け巡りますので、これから約35分間ダイナミックなアクロバット飛行と美しい編隊飛行の妙技をお楽しみください。会場左手では本日の展示飛行を実施するパイロットが航空機へと向かいます。ここで本日展示飛行を行うパイロットを紹介します。長野県出身。
岩木総書記、一条空尉松永大成、東洋大学校59、熊本現出身。4番機構席、一等空尉佐藤雄介、航空学生66、北海道出身。5番機構席、担当空佐林光一郎、航空学生43機、大分県出身。以上4名のパイロットが後席に登場します。点検を行います。
息の合った連携動作にご注目ください。
ゼロ C 号が着陸航路を検討させました。離陸のために滑走路を飛ぶ準備が整ったようです。
これは本日使用するスモークの宣言です。
正確な配備と。すかさず急上昇を開始したご覧機は宙返りをして会場正面に戻り、皆様に連続3回左をお見せします。
水系に噴火します。会場正面右手方向をご覧ください。皆様が素敵なクリスマスを過ごせるよう記念し、クリスマスツリーをイメージしたツリーパーティーローパスをお届けします。
戦機は再び滑走路上に戻ってまいります。そして高度約100メートルの低高度を対面飛行機と違います。
行を無事終え、列船に戻ってくる航空機を誘導し、エンジンを停止した瞬間、この瞬間が最も充実感を覚える時なのです。
機がおります。パイロットはエンジン降下無事終了できた満足感を整備員とともに分かち合うことにより整備員との心の絆をより深いものへと変えていきます。それでは本日の展示飛行を行ったパイロットをもう一度紹介します。6番機オボージングソロ一等空尉加藤拓也。三等空佐藤久佐藤正和。四番機スロット一等空尉手嶋隆。ライトウィング一等空尉倉本文也。2番レフトウィング一等空尉東島康介。フライトリーダー三等空佐川島亮介。以上6名のパイロットが本日の展示飛行を実施しました。なお本日のナレーションは三等空佐江口健、地上指揮官は飛行隊長二等空佐楽井智之が実施しました。これでブルーインパルスの展示飛行を終了します。私たちブルーインパルスは今後も皆様に親しまれるチームを目指し、より技を磨いてまいります。それでは皆さん、またお会いできる日を楽しみにしています。本日はどうもありがとうございました。